ブッシュマンウサギは、ウサギかブッシュマンウサギ属に分類されるウサギ。本種のみで、ブッシュマンウサギ属を形成する。南アフリカ共和国固有種体長を43センチメートル。尾長九9.2センチメートル。背面は、赤葛色の体毛で覆われる。次回の基部から下顎にかけて黒い筋模様が入る。尾は、覆面も含めて、褐色の体毛で覆われる。 次回は長く、長さは7から11.6センチメートル。上顎の薄葉は左右に6本ずつある。出産直後の幼獣には体毛がない。河川の周辺にある矢口に生息し、英名の由来になっている。群れは形成せず単独で生活する。オスは約21ヘクタール、メスは約13ヘクタールの範囲で行動する。夜行性。植生は、 植物食で草を食べる。繁殖形態は耐性。8翌5月に繁殖用の巣穴で1回に1頭の幼児を生む。開発による生息地の破壊などにより生息数は激減している。西ケープ州では法的に保護の対象とされ、狩猟や捕獲が禁止されている。生息地の調査や生息地の住民に保護の重要性を説明するなどの対策が、 行われているまた飼育下で繁殖させた個体を再導入する試みが進められている。ありがとうございます。